という私が館長の林浩二郎でございます。ありがとうございます。私ね、このフォーク・クルセダーズの一人で加藤和彦という方がいらっしゃいまして、はい、後々こんな髪になったりおしゃれになったり、はい、サディスティック・ミカバンドなんていうやってる、はい、その加藤和彦さんが、黒船というね LP を出したことあるんですよ、はい、サディスティック・ミカバンドで、その何曲目かにね、ちんどん屋風の演奏イントロが入ってる曲がありました。ドンタクという曲でね、ロックの曲なんですけど、その時のサックスと太鼓の感じが面白いなと思って、これ自分で買ったわけじゃないんです。私が住んでたところの2階のアパートの2階に住んでるやつが持ってたやつ、持ってたやつを部屋に行って聞かせてもらって、でそういうこと聞いてる時に表を本当の陳道さんが取り分かって、それが1978年ぐらい、それがこの道に興味を持ったきっかけなんですね。すごいでしょ、ね。そのうち加藤和彦さんに会いたいなと思ってたら、あのように先に行かれましたので、まあ、そのうち私も追っかけようと思っておりますけども、もうちょっと頑張ります、ね。悲しくてやりきれない、アコと歌のピンキーちゃんでございました。はい、1回目のステージはね、とにかくいろんな大学に呼ばれていきました。学園祭やったり、あるいは何かのキャンペーンだったりとか、で私自身も呼ばれて、私がメインだと思ったら全然違ったというような話をしましたけども、ここの2回目のステージはですね、水にまつわる海岸だったり、それから川のほとりだったり、ね、水に非常に近いところに呼ばれたというお話をいろいろとしていこうと思っております。中にはですね、この秋の季節に、高槻の方に摂津峡というのがありまして、あちらの方に、山水館というね、まるで舗装で繁盛期で荒玉道夫さんがいじめられたような温泉旅館、そこ違うんですけど、一応同じ名前で山水館ありますけど、あの方へ呼ばれて行ったこともありまして、皆さん知らないと思うので、それを今日語ろうと、お客様に語るというよりもこっちに語ろうというね、企画でございますけども、まあ水にまつわるお話でございます。それでは、世界で唯一ね、陳道屋さんの演奏でも歌っていただいております、青木美香子さんでございます。ステージが終わりましたら、はい、12月10日ですか、はい、10日のここで行いますコンサート、はい、もうチケット買ってもらうにも全てソールドアウトでございますけども、はい、いろいろ打ち合わせをね、はい、やろうということでございます、はい、向こうのこちら側のスタッフの人と、ね、照明とか音響とか、はい、それから椅子を並べるのにも一苦労でございましてね、そうですね、でそれが終わったらこの北海道展を回って、はい、夕食を買ってフラ丼とね、ステーキ丼、はい、美味しそうでした。どっちにするか迷ってます。もう悩んで悩んでね、ほんで悩んで結局何も買わなかった。まだしばらくすると何ヶ月かしてまだ北海道展が、はい、その時に決断がついて買ったりするんでございますけど、はい、さあ、1曲目でございます。これも古いね、はい、終戦直後、服部良一先生、服部良一さん、終戦直後の映画の主題歌で、
映画は全くヒットしなかったけど、この歌は歌い継がれているという曲でございます。タレントのね、タモリさんもこれを歌っております。そうですか。なぜか知りませんけど、そういうことで来ろうと思ったらいくらでも和音に来れる曲でございます。タバコの煙、胸の煙、胸の煙、最初の歌詞がタバコの煙、胸の振り子。ふくふくふく、人欲やされて。
憧れたものでございます、はい、まあそんないろんな方が歌っております、はい、雪村いずみさんも歌ってました。でもその中に青木美香子も入って、はい、また YouTube にも載せて、はい、ね、載せたいと思います。視聴回数をちょっとね、はい、6回、6回、7回とか、もっと行こう、もっと行こう、もっと行こう、やっていく。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ね、水に近い、もうとにかく海岸でございます。これはね、もう25年ぐらい前になると思います、特に、本当に海に近い海岸、海水浴場、はい、広島の方にですね、呉というとこ、はい、町がありますけども、呉のね、ドルフィンビーチというイルカがね、そこに泳いだりしてイルカとも遊べるようなコーナーがあるビーチなんですけども、そこで水着コンテストがあると。水着コンテストが、これは別にまあ、参加してくださいというのと、まあ、コンテスト会場に来てくださいって言って、海岸の波打ち際をずっと鎮座でもあるんです。あ、夏の暑い8月ですよ。ほんで向こうから企画した会社の方から送られてきたのは水着でした。水着を着てください。で、女の人はね、さすがにビキニだけだと恥ずかしいんじゃないか、ビキニでチンドンなんです。腰に巻くやつ、なんパラオやったから、パレオ、その頃パレオという言葉がね、初めて出回ったぐらい、パレオって何でしょうと言いながらね。で、私の2番目の奥さんになる人がそれを白い真っ白のビキニにパレオを巻いて、あ、似合いそうです。パレオの巻いても透けて見えるで。で、それでビキニの状態でチンドンで海岸を、これ海外のね、これが場所によったら熱海の海岸散歩する、そんなんじゃなくて水着コンテストですからね、回りました。ドルフィンビーチですかね。ドルフィンビーチ。そしてね、当時流行っておりましたのが、このティーバックというね、今はもう誰もする人いませんけども、後ろから見たら本当紐一本がティーの形になって、種類があるみたい。でもその時は過激なやつが流行ってて、結構やらせかもしれませんけど、いろんな女性がティーバッグでいらっしゃった。僕は生まれて初めて見たから、後ろから見て、はっ、何も履いてないんじゃないかと思ってびっくりしましたけども、そういうファッションなんです。前から見るとちゃんと三角形がこうあるんですけども、そんな皆さん知ってますよ。企画会社の人がこういう呼んでいただいたんです。その時海岸にミニ FM 局が、そこの DJ 曲をかけたり、アシスタントのお姉さんがいたり、そのお姉さんもお水着でティーバッグで、我々がまあ控え室といいますか、海岸べりでもう休憩したり、お姉さんもやってくる、ベンチがあって腰掛けるね、今日はよろしくお願いします、DJ ブース頑張ってますねとか言ってやってて、でそのお姉さんが立ち上がったんですよ。そしたらお尻に砂がびっしりとついてた。砂浜ですから、ベンチの上も。でそれでな、そのままさよならって言ったらいいのに、うちのメンバーであるのはジャージー買うバンジョーを弾いてる人間が、お嬢さん砂がついてますよって言って、お尻をこうパン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 って、今やったら大問題です。それで大丈夫、もう全然何の意識も悪気もなく、あ、砂がついてますやんとかポンポンってやって、そのお姉さんちょっと怖い顔でビッと見られて、そりゃそうだ、いきなり尻触られたらね。で、カズヒもさすがにその後ひしゃっと、あ、すみませんでしたって、そういうことがありまして、で当時も外国からの労働者をですね、誘致したりね、いうことで、フィリピンの女性たち、まあ多分ね、夜はフィリピンパブで働いてるんじゃないかと思うんですけど、その方々が観光がてらに腰身のをつけてですね、ほんで、底引き網といいますか、こう運動会の綱引きみたいで、その下に網がついてる。でそれをぐーっと海岸で6、7人でフィリピンの女性が腰に身の姿で、まあ、ビキニつけてこうやってこうずっとね、
昼間は漁をしてるのかなと思って、でも観光のためにやってるのかなと思ってやって、私らは演奏してたら、そのフィリピンの夜は多分フィリピンパブで働いてるお姉さんたちがこう底引き網を運びながら、こうやってこうやってチンタタって乗ってくれて乗ってくれて、一緒に踊りながらね海岸を行ってくれて、それが私の一生の思い出で、あの男の女性と共演夜そのフィリピンパブに行ったらよかったなと思ったことがございました。娘の前で、ね、今日遅い日です。さあ、次はちょっと気合を入れまして、その量が出てくる量の話、船歌でございます。Thank you.
とうございます。はい、こちらもこうしっかり覚えました。はい、とにかく12月10日の時はこの楽団じゃなくて、はい、もうそうなんだ、ちゃんとこの楽団忙しいからね、忙しいから、ね、いやもう中央楽団でも歌のコンサートしたいなってずっと思って、まあ、東京なんかここで週末かな、浅草の神社で浅草寺でされてる、あんな感じで大阪のどっか神社でねしたいなって。そうですね、まあ、東京の方ではね、はい、もう青木さんと二人っきりでやったことありますわ。す何回もある。この間も二人っきりでやりましたね。この間のは本町でやりましたね。そう、はい、アートギャラリー。東京でもまた東京でも銀座とかね、赤坂とか、うん、新宿、そんなんじゃなくて北の方は何なんていうとこやったかな。あ、お、王子。王子。赤羽の地下赤羽、赤羽のライブハウスですよ。銀座でもやりましたよ、ケントさんが。やったか。銀座でも2人で。や、結構やってますよ。やってますけどね、やっぱこのぐらい人数いないと。そうですね、みんな一緒に。赤羽がまた狭かったわ。そうなんです。この舞台上ぐらいしかなかった。これくらいでしたね。赤羽ね。これも2階席があってね。そう、もう椅子がなんか高いのと低いのとあってね、段差つけて。ここで30人ぐらい入れたことありますよ。30人ぐらい。もうなかなかね、アングラ演劇の人たちがやってる場所でしたから非常に大変でしたけど、でもいい体験でありがとうございます。はい、いい思い出になりました、はい、青木美香子さんでございます。ありがとうございます。はい、またね、古い話で、まあ、30年ほど前、はい、よく地方博というのが流行っておりました。日本中でなんとか博覧会、なんとか博覧会、はい、私が、九州の福岡博多の方でアジアリゾート博という、はい、アジアリゾート博覧会、九州の福岡博多をアジア中の拠点にしよう、まあ、観光の拠点にもなるというね、そんな博覧会だったんですけど、私の生まれ故郷がそちらでございます。でございますので、行きたいなと思ってもどっからも声がかかってない。もうね、売り込みしようと思って、もう始まった後や、始まった後に行きたいなと思って、地元の電話帳、今だったらインターネットあります、電話帳を見たら、こんなちっちゃなね、ある企画会社のね、広告が出てた。でそこにダメ元でダイレクトメールを打って、売り込みでアジアリゾート博なんかありませんかと、交通費も何もいりません、そして、宿泊に至って私の実家がありますから宿泊大丈夫ですと、お風呂の心配はしなくていいです、あそこの西島にお風呂屋さんがありますということで送って、まあどうせ来ないだろうと思って、ほんまに来たんですよ。仕事がアジアリゾートハグであるエリアがあって、そこでポンポンと大道芸なんかをやってる時に来てくれた。でそれで、お宅の行為に甘えて、交通費も大阪から福岡の交通費も出ませんと、実家に帰るつもりで来てくださいほんでギャラもありませんとで、まあ投げ銭を集めるんやったら集めてもいいですよ。俺で行きました、まあ、予算の方が2人で交代で行きましたね。で泊まって、私は私でまあ実家の辺に泊まってですよ、向こうのまた焼き鳥屋とかそういうところに行くのがまた楽しみで行ったんでございますけども、あるコーナーがありまして、それまた大阪のね、外国からのパフォーマーを一生懸命集める、そういうねお仕事をですよ、高田恵子というねおりまして、その人が入れてた、はい、私は私で、ある1日4回かな、はい、時間が来ればそこで僕はサンド傘を持って、こんなラッパでラッパを吹きながら刀を振り回し、そして歌を歌い、ほんでこんなやってると意外とね、九州の福岡あるいは九州の人は優しいから、おばちゃんたちが寄ってきて僕にお金をくれて、ご祝儀くれて、もう本当に申し訳ないですけども、まあ、入場料払った方々で申し訳ない、ね、で私が生まれ育った、会場の方は桃地の浜っていうのがあって、はい、そこはもう埋め立てて博覧会場になって、ゆくゆくはそこ住宅とか学校が建つんですけども、はい、そういう なんかこう変な昔ここで海で遊んだのにな、今埋め立てられてるなと思いながらやりました。そこで同時に出てたのが、インドから来ました人形劇でございます。インドの人形劇、大道芸的にやって、さっき申しました高田恵子というのが世界中を旅して、これいいなこれいいなというのをみんな呼んできたんです。ちゃんとビザも取ってね、
でそのインドの大道具、僕らもねちゃんと控え室が涼しい涼しい真夏に呼んでいただきます、ね、控え室があって、何時と何時と何時はここでやってくださいと、ね、はい、お弁当も出た 最低限のお昼ご飯、はい、ところがそのインドの大道芸、タブラ太鼓叩いてなんかこう演奏しながらシタール演奏して、はい、で人形のインド の, その人形芸やるんですけども、はい、その人たちは、控え室に帰らない。ほんでそのやってる場所にテントを建てて、そこで、薪を木切れを集めて火を起こして、ほんで大きな空き缶でカレーを作ってる。ほんで企画会社の人がちょっとすいませんけどこんなところで火を起こしたらダメなんで、いやこれは私たちこれしか食べられないんだ。控え室弁当用意して、弁当そんなも食べられない。私はインドのカレーしか食べないんだ。ほんで、それにしたって暑いから控え室を休憩してください。エアコンも効いてますから言ったら、そんなとこに行ったら風邪ひいてしまう。でももうインドでやってる通りのスタイルで、もう表で寝て、そしてご飯もそこで作って、気が向いたら大道芸。すいません、何時と何時と何時、いやそんな私たちは気が向いた時にします。言うことを一切聞かない。まあでもリアルな姿ですね。リアルな姿、お客さんが見てよ、そこで昼寝してる。でその時筋金入りのね、音楽と人形に迫力があった、素晴らしかった。そういうのを見てね、僕はもう本当に勉強になった。勉強になってね、すごいな、やっぱりこれが本当の大道理。控え室に行ったりとか、主催者から弁当もらってるじゃダメだとつくづく思いました。ほんでその時、そのインド人を連れてきた担当のお姉さんというのがね、髪の毛の黒いこの長いお姉さんで、もう実はもうちょっとした知り合いだったんですけど、前からその、彼ね、彼女のね、お父さんはね、確かね、博報堂で働いてる人だった、偉い人だった。でそういうちょっと語学もできるからっていうのでバイトで来てて、でそのお姉さんがね、何にもすることないんですよ。普通はタレントとアテンドして控え室に連れて行ったり、水を買ってきたり、あ、コーヒーが、コーヒー買ってきます、世話かかってそれでホテルにもう帰らないやん。松の木陰におるわけよ。だからそのでも何もすることないな言うてね、ほんでしゃあないから、その頃はあの肌を焼くのが流行ってたから、こんがり小麦色ね、南沙織みたいな、昔古い例えですね、南沙織。ほんでそのお姉さんが、こんなんやから私夜暇やわ、夜暇やわと言って、その時ねここまでね出かかってた、誘ったりかったから一週間ほどおりましたけど、結局誘えずで、その時はまあ私は妻もいたし、そんな妻は行ってなかった、だから妻がいないから羽伸ばそうと思ったけど、やっぱり両親というのがとがめて、ここまでそのお姉ちゃん毎晩、あ、今日も終わったらどうしよう、何もすることないで、そこで終わって、でもそれもそこで私のね、あのいろんなね思いがね、未だに忘れられてないという話で、いや、お次は私の娘フミカの踊りでございます。どういうつもりで見たのか。そばで溶けていた
というところに私がね、この世界に入ってすぐぐらいの時に呼ばれて、秋のそのもみじのシーズンですね、あそこの川沿い、芥川というそうですけども、芥川の川沿い、石ころがこうね、河川敷といいますか谷川ですか、石がゴロ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 大きな石がある、そこをね、沈殿でずっとあっちからこっちまで行ってくださいというような仕事があって、私はその先輩に連れられて行っただけなんですよ。ほんでその先輩というのは、朝の10時から夕方日が暮れるまで豆腐屋の宣伝とかお寿司屋さんの開店とかでずっとぐる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 回って仕事をしてるわけです。ところがその摂津峡に行ったら、こっから向こうまでって、こんなんでええんかな言ってね、トントコトントコ叩いてスーッとそこまで行って、でまた戻ってきて、もう回りました言うてね本当はそこに一定の時間、2時間3時間ゆっくりして、もういろんな方が写真撮られたり、紅葉とか地図を撮ったりとか、そういうことで呼ばれてたのに、もう終わりました言うてねほんで何もすることないな言うて、はぁとか言われながら帰った方があって、今やったらそんなことはしませんけどね、もうこの百貨店の中回ろうが、それからこの間も谷町6丁目から四天王寺ぐるーっと回って半日過ごしても全然自分も退屈しないし、いろんな人と出会うんですけど、まあそんな思い出がございます。さあ、ですね、1回目はどんぐりころころでありましたけども、次はね、里の秋、里の秋という有名な歌がありますけど、
ね、静かな静かな里の秋、お瀬戸に木の実が落ちる夜は、ね、瀬戸口という裏口、家の裏口ですね。ああ、母さんとただ二人で、栗の実似てます、いろり畑、栗の実似てます、いろり畑で、この歌ね、なんでか、ああ、母さんとただ二人、お父さんはどうしたんだろうと思ったら、この歌が作られたのが1941年の戦争中なんですね。で、お父さんは出征して南の南方戦線に行ってるという個設定で、ほんで2番3番になって、元歌は、ヤシの木の茂るところでお父さんいかにしてますか、そういう南方から無事帰ってきてほしいですねとか、ほんでそのまた4番には僕も立派な兵隊になってお国を守ります、そういう歌詞がついてたけど、まあ、戦後になったらさすがにそんなところの歌詞は抜けて、その秋を歌う歌としてね歌われておりますけど、これも沈黙でね、確認しましょう、静かな静かな里の秋や、お瀬戸に木の実が落ちるよは、ああ母さんとただ二人、栗の実似てます、いろりまた、ね、確認しとかないともう私の頭の中混乱しとる静かな静かな里の という点、ね、でお客様は福の神に備えたから、はい、きっとお客様にも幸いがやってくる、なるほど、でそういう風にしといて、はい、お客さんが帰ったらこれ僕は持って帰るわけでございます、そういうね、お下がりと申しますけどもね、あ、うまいことできてますな、はい、あなたの方はどんないただき物でございましょう。あ、私はですね、もういただき物の中にタコのショウガスがあったんでございます。タコのショウガス、はい、タコをなんとかその生姜の酢につけたんです。そうなんです。茹でてから生姜の酢につけた。ちょっとだけ酢入れてね、もうあれが美味しいでございます。私はね、はい、もうとにかくこの甘酸っぱいものが大嫌い。あ、そうですか。それから生姜が大嫌い。私はどっちもちょっと大嫌いなんです。女の人は生姜が大好きな人が多いから。私はおでんを作るとき、乾燥だけ作るときも、はい、お生姜をいっぱい入れて、ね、女の人に食べさせますけど、私は一切食べないんです。あ、そうなんでございますか。女性の機嫌を取るために生姜をいっぱい入れて煮物をするんですけど、私は食べないんでございますけど、うまいことやっております。タコの生姜酢みたいな、私はもう話を聞いただけで、言葉聞いただけで、そんなもんではいっぱい飲もうという気が起こりませんね。そんなこと言わんといてください。あれさえあったらね、一杯余計に飲めるっていうようなもんですよ。そうですか、はい、やっぱ好きな人は、そういうもんかもわかりませんね、はい、まあこれはね、本当に大好きなんですけれども、うん、悲しいかな、私はちょいと歯が悪うて。歯が悪い、はい、これはえらいことや、はい、歯が悪かったらね、硬いものとかちぎりにくいものが食べにくい。もう本当にそういうことなんでございます。もうね、私がなんぼタコが好きでも、タコの生姜酢が好きでも、うん、もうね、これを噛み切られへんで、食い切らんということなんでございます。まあ、これは困ったことやね。
私にしたら関係ないけど、そうですね、過去の生涯大問題でございます。これはどうやって解決するのか。まあ、でもこれはもしかしたら仕方のないことなのかもしれませんね。仕方がないとは、はい、まあ、これは昔から言います、うん、タコは食いもの硬いものと。タコは食いもの、タコは確かに食いもの、硬いもの。でも柔らかいタコもあんねんけどね。硬いものでございます。あんたね、これはちょっとことわざを聞き間違えてるわ。間違えてますかね。これはね、タコは食いもの、硬いもの、ね、じゃなくて、はい、旅は浮いもの、辛いものや。ちょっとだけ違うかったかな。大違いや、この。失礼いたしました。ございまして、まあ、ちょっとホッとしていただくか、頭の中がとろけるかでございます。はい、それでは今日の最後の歌、はい、これはね、確かね、岩崎宏美さんという方が、40年前はものすごく可愛かった、憧れました。このパッツンヘアでこうね、もう本当に美少女、真相の霊嬢というね、イメージのまま、もう本当に清純派で、私は思っておりましたけど、まあ中身は違うらしいですけどね。でもいろいろ波乱万丈で、今でも活躍されておりますけど、その若い時に、ね、歌がうまかった岩崎宏美さんの詩集記でございます。
は今日は、富士の山でございます。来週はいよいよ11月でございます。